皆さんこんにちは、司会の伊藤彩です。今回の島の国チャンネルでは平成30年度施政方針について竹内市長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新しい年度がスタートということで、今回はこの平成30年度の施政方針について伺っていきたいと思います。ではですね、早速どのような、内容なのかご案内をいただけますか。そうですね、ちょっとフリップを使って説明したいと思います。大体ですね、およそ8項目を並べたんですけども、一番目はですね、生活と暮らしの支援ということでありまして、これは主にですね、道路であるとかですね、あるいは生活に関する取り組みということになりますが、167号線が、昨年バイパスということで、開通しまして、市民の皆さんも大変こう、きれいでですね、こう早くなったということで、便利に感じられていると思いますが、さらにですね、その島市から鳥羽に抜ける道路というのがですね、着工したということでありまして、2021年の国体に向かってですね、国体時の完成に向かって今から道路工事が進められるということですので、さらにですね、そういった取り組みがより早く確実になるように県はじめですね、国等にも働きかけを強めていきたいと思っています。このあたりも、利便性の向上に期待されるところですね。そうですね、やはりその観光面においてもですね、この道路面あるいはアクセスっていうのは非常に大事なので、引き続きですね、しっかりやっていくということですね。ではじゃあ続いて2つ目ですか。そうですね、2番目は獣害対策ということで、イノシシですとかですね、あるいは鹿であるとか猿の被害も多いということでして、これにですね、市もしっかり取り組みを強めていくということで、捕獲のですね、報奨金という制度があります。猟友会の皆さんが捕獲をしたときにそのお支払いものということになるわけですが、年間通じてですね、7000円ということで、全体的に引き上げを行ったということで、さらにこう捕獲が進むようにということの取り組みを行うということですね。またそれらを利活用していくということも大事ですよね。そうですね、単にその取るだけではなくてですね、ジビエ化ということで、この、取ったですね、捕獲したイノシシとかをですね、地域の、地域のですね、こう材料としてですね、地域資源として利活用しながら、美味しい料理としてですね、こう捕獲をしていくということも、広げていきたいと思っております。それでは続いて3つ目です。3つ目はですね、ポストサミットと観光振興、産業振興ということで、一昨年ですね、皆さんご存知の伊佐志摩サミットが開催されたということでして、この、ポストサミットの事業をですね、しっかり、やっていく必要があるということですね。賢島のですね、サミット記念館サミエールもですね、15万人を超えたということでして、大変人気を博しておるということなんですが、さらにですね、こういったことを生かしながら、この島地域の、観光振興につなげていかなければいけないということでして、6月にはですね、日本と、ASEAN のですね、交通政策に関する、次官級会合ということで、サミットが初めて、国が、関係したですね、国際会議が、賢島で、開催されるということですし、また10月にはですね、ゴルフツーリズムということで、これもその海外からのですね、ゴルフのツーリズムの会社60社、それから国内の60社合わせて120社の皆さんが集まってですね、これも日本で初めての開催ということなんですが、志摩市で開催ということなので、こういう機会を通じてですね、外国人のお客様の誘客インバウンドをですね、増やしていくであるとかですね、あるいはサミット効果も生かしながら観光振興、また地域の振興につなげていくという取り組みを進めていきたいと思っています。そういった部分と、あとバリアフリー観光ということでですね、高齢者の皆さんであるとか、あるいは障害のお持ちの皆さんもですね、どなたでもですね、その来やすい観光地づくり、あるいは快適にですね、旅ができるような施設づくりを進めていくということで、その旅館であるとかですね、民宿のトイレであるとかですね、お風呂であるとか、お部屋をその改修する、その費用についてのですね、補助を行っていくというような事業を展開していこうということで
ございます。はい、はい、まあ、いろいろな視点で取り組まれていくということで、はい、そうですね、はい、はい、そしてその他にもたくさんありますね、はい、そうですね、4番目はまあ教育環境の充実ということなんですが、今年まあ東海小学校という新しい小学校が開校したということなんですが、まあ、あの小学校においてですね、空調設備をつけていくということと、まあ、それからあの図書館司書ですね、まあ、子どもたちのですね読書の環境を整えていくということをですねしっかりやっていきたいと思っています。はい、そういう環境も整えていくと。そうですね、まあ、ちょっと子どもたちにも減っているんですが、うん、はい、まあ、あのそれだけにですねやはりその教育環境をしっかり充実させて、子育て環境をですねあの支援していきたいというふうに考えています。はい、そういったところにもつながっていくわけですね。そうですね、はいはいはい、それでは続いてですが、そうですね、5番目、はい、医療体制の整備、まあ、福祉の充実ということなんですが、まあ、これはですねあの、まあ、少子化ということも含めてさらにその子育て支援環境をまあ整えていくという意味で9月に向かってですね今、就学前のですねあの小学校等へ入る前の、子どもたちのまあ医療費の窓口での、まあ無料化ということをまあ進めていくということですね。はい、このあたりもやっぱり子育て世代にとっては本当にありがたい、ね、そうですね、はい、あのよりあの子どもたちをですね子どもを産み育てやすい、まあ、環境づくりをマシマシにおいてもしっかりあのやっていかなければいけないと思っております。はい、はい、そして続いては、はい、ゴミ環境行政の向上ですね。はい、そうですね、あの磯辺のですね、天の岩戸ということをテーマに、まあ、名水サミットというのを以前あの行ったんですが、その天の岩戸のですね看板を新しくしていこうということで、あります。まあ、そういうその名水のですねあの環境を多くの皆さんより多くの皆さんにこう楽しんでいただいたいということの、まあ、一環ということですし、あと、まあ、あのゴミの、分野においてもですね、まあ、今まで5つあった施設をですね、統合して、1つの施設を作っておるんですが、その空いてきた施設についてその除却をしていくというような、まあまあ、除却をして機能をですねこう1つにしていくというような作業も行っていくということですね。はい、ね、ゴミの減量化、さらには不法投棄をなくすための、ね、はい、取り組みなんかもいろいろと、ね、はい、進んでいるところですね。そして続いてが防災対策ということで、はい、まあ、先だってもあの南海トラフのですね、大きな地震また津波のですね発生確率がまあ 80% になったということで、うん、まあ、我々の世代あるいはその次の世代にですね大変そういった大きな災害の発生が、まあ、懸念をされておるということでありますので、まあ、私たちは普段のですねやはりそういった防災対策について努力をしていかなければいけないということです。昨年はですねその自治会長さん、それから消防団長さん、そして社会福祉協議会の皆さん、教育委員会と、岩手県の三陸海岸大槌町に行って、まあ、実際のですねあの、被害に遭われた場所を訪れることによって、まあ、現地のことをですねその体感してもらったということでありまして、まあ、それらの経験体験をですね、うん、大いにこの島地域の防災対策にも生かしてもらおうということで、まあ、今年はあの熊本への視察ということも予定をしております。うん、まあ、合わせてですね、はい、あのその時にやはりその地域に根ざしたですねその防災対策といいますか消防団の皆さんがしっかり地域で頑張ってもらっておるわけなんですけれども、まあ、島市のその消防団のですね皆さんの詰め所の新設であるとかですね、またあの消防車の購入といったようなことにも取り組んでいくということですね。はい、はい、そして最後が空き家、ね、そうですね、まあ、空き家がですね、はい、あの島市でもまあ増えておるということで、まあ、これらの対策を行っていくというのはやはりその、地域のですねその安全安心にもつながるということですね。防犯面も含めてあるいはまあ景観づくりにも非常にこう大きな意味を持っておるということなので、この空き家をですねそのリフォームしたりとか、あるいはその移住者の皆さんも最近まあ増えておりまして、まあ、こういった移住者の皆さんがそのリフォームをしたりとか、あるいはリノベーションしたりする時のまあ補助制度というのもまあ準備をしたということですね。はい、はい、
ということで、ここまで市長に、はい、まあ、ここに、ね、掲げていただいております、はい、取り組みをご案内をいただきました、はいはい、でここからは少しですね、はい、掘り下げてお話も伺っていきたいと思うんですが、はい、まあ、取り組みは一つとして、はい、今年度もさまざまなその出来事というか、ね、はい、イベントも控えているというところもあります、はい、まずはですね、アゴアリーナのリニューアルというところも、ね、はいはい、私ちょっと気になっていたんですが、はい、まあ、アゴアリーナもですね、今リニューアルが、まあ、終わったということで、4月1日にですね、リニューアルオープンするということなんですね、はい、皆さんにはまた玄関もですねちょっと注目してほしいんですけども、はい、まあ、それを記念してですね、さまざまな催し物も、まあ、行っていきたいということですね、はい、まあ、一つは NHK のですね、まあ、新内共演ということで、まあ、お笑いであったりとかですね、まあ、そういった落語であるとか、まあ、そういったことの、まあ、祭事もあるということですし、あと、まあ、岩崎宏美さんのコンサートであるとか、あるいはその、半崎美子さんですね、その、はい、ショッピングモールの歌姫ということで、まあ、非常にこう、人々を励ましてくれるような、はい、まあ、そういうその素晴らしい歌を歌われる方ですけども、まあ、そういった皆さんの、まあ、歌とかですね、あるいはそういった催し物もあるということですね、はい、ぜひアリーナを活用してですね、皆さんが市民の皆さんがさまざまな文化あるいは芸能活動であるとかですね、発表の機会であるとか、皆さんがこう集ってですね、しっかりこういろんなことを成していくというかですね、そういった場にどんどんしていってほしいなと思いますね、はい、にぎやか華やかな、ね、場所にもなっていけば ね、 ね、はい、というふうに思いますし、遊園地の遊具もちょっと新しくしましたので、はい、またこの他にもその国体を控えているということで、はいはい、島市内でも整備が進んでいきそうですね。そうですね、2020年にはですね、東京オリンピックパラリンピックが開催されるということで、その翌年にですね、三重県において国体が、まあ、開催されるということです。島市はですね、ソフトボールの少年男子とですね、それからボクシングと、それからトライアスロンが、まあ、開催されるということでして、まあ、そのことに向けてですね、施設整備を行っておるということで、まあ、その一つがですね、そのボクシング会場になるアゴアリーナの整備ということですし、またもう一つはソフトボールの会場に予定をされておる長沢のですね、球場付近のですね、改修ということでありまして、まあ、ちょっと球場を広げたりとか、駐車場をきれいにしたりとか、まあ、観覧席を整備したりというようなトイレも含めてですね、そういった整備を行っていくということですし、まあ、合わせてその国体でですね、まあ、開会式等が、伊勢で行われるということもありますので、伊勢からですね、その国道で、島まで、今白木までということなんですが、さらに白木から、島市内まで入れるその国道の整備ということもですね、行われる予定だということなので、まあ、観光面のアクセスということも含めて、まあ、しっかりとした取り組みを、国県等にも要望しながら、まあ、進めていくということですね、はいはい、そして先ほど観光というお話が出ましたけれども、はい、観光振興でも、はい、まあ、先ほどお話しいただいた以外にもいろいろとあるということで、はい、そうですね、はい、まあ、夏にはですね、天空カフェということで、まあ、横山のですね、展望台が新しくリニューアルをするということですね、まあ、これに合わせて、まあ、市の方でも駐車場の整備であるとか、あるいは付近の環境整備についてですね、まあ、取り組んでいくということですし、まあ、そういった観光面も含めて、10月には真珠祭りも開かれるんですが、はい、先だってもですね、香港の方にですね、三毛国フェアということで、うん、島のその優れたですね、海産物ですよね、牡蠣とかですね、伊勢海老とかを持って行ったんですが、まあ、すごく評判が良かったんですね、はい、でその時にですね、日本大使館、香港のですね、日本大使館にまあお邪魔をして、大使の方とお話をしました。でお話を伺うとですね、香港の輸入のですね、金額で一番多いのは真珠ですよというお話を伺ってですね、もっとですね、真珠も含めて、あるいは食べ物も含めて、どんどんですね、年間2700万人というですね、世界有数の、まあ、観光入り込み客を誇る、まあ、香港の市場にですね、もっとこう攻めてきてほしいなというお話がありました。で特にもう真珠はですね、年に4回ジュエリーショーが、香港で ありましてですね、島の、まあ、事業者の皆さんも出かけていただいておるんですが、中国のですね、大陸からもかなり引き合いがあるということで、真珠もですね、今年約2割ぐらい
上がっているということですので、さらに市としてもですね、真珠振興法も制定されたということも含めて、真珠祭りをこう中心にですね、まあ、真珠の、さらにですね、振興も図っていきたいというふうに思っています。たてがみのですね、真珠組合の女子部の皆さんがですね、今年はですね、水産庁長官賞ということで、まあ、素晴らしいですね、賞をいただいたということなんですね。まあ、それはやはりその真珠産業をですね、まあ、何とかしていきたいというような思いの中で、まあ、加工体験とかも含めてですね、熱心に活動いただいているんですが、実際はですね、その一次産業ですね、島の農業漁業の皆さんの数もかなり減ってきているということなんですね。一次産業の水産業に従事される方は1500人ぐらい、農業のに従事される方は今500人ぐらいで、前の国勢調査の時にはですね、その倍ぐらい皆さんいらっしゃるんですね。ですのでやはりですね、この地域の産業の振興であるとかですね、あるいは一次産業を考えた時にやはりこう、担い手をどうやってですね、この地域でしっかり育てていくかというのは、まあ、大きな課題だということなんですね。まあ、ですので先ほど香港でも大変人気があった牡蠣のお話をしましたですけども、的屋の方にですね、その地域の皆さんが受け入れもしっかりやっていただいて、地域おこし協力隊ということで、まあ、東京の、方がですね、今までその漁業やったことなかったんですよね、なかったんですが、その牡蠣養殖にチャレンジするということで、来ていただいたので、はい、まあ、ぜひそこもですね、私としてはこう注目していきたいなと思っていますね。はい、じゃそれらは今日ちょっとご案内をいただけるということで。そうですね、現地に行ってですね、お話も伺いたいというふうに思いますね。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ足元気をつけてください。はい、ありがとうございます。どうもこんにちは。こんにちは。どうも。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。磯部町的屋地区にやってきました。さあ、改めて ご案内いただけますか。はい。的屋にですね、地域おこし協力隊の制度を、利用してですね、来ていただいた犬塚さんです。はい。はじめまして、犬塚と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。地域おこし協力隊というのはですね、その総務省の制度で、人口減少を各地域で進んでいるということで、地域をですね、活気づけようということで、地域にこう入ってきていただいて、そこで仕事をしていただいて、住んでいただいて、地域おこしとかの活動をですね、やってもらおうという制度で、犬塚さん、今回その志摩市に応募していただいたということなんですね。はい、確か、ね、昨年の施政方針ではそういった取り組みをやっていきますよというお話をしてましたけど、まさにそれが実現したわけですね。はい、そうですね、応募いただいて、はい、犬塚さんはご出身は大阪です。最初は枚方市というところ で、はい、でそれから森の宮、城東区の森の宮、大阪城があるところですね。はい、で、育ちました。でその後親の転勤の関係で東京 に、はいはい、参りました。はい、お仕事はですね、この地域おこし協力隊に、まとめに来る前に何をされてたということですかね。今も続けてるんですけど、はい、自分で商売やってまして、出版をやっております。はいはい、で出版を自分でですね、そのプロデュースといいますか編集したりとか、はい、で本も作って、販売したりとかしております。ね、先ほどそれが今先ほどから持ってた ね、すごいなんかおしゃれな、ね、魅力的な本ですよ ね、中を開きたくなる感じです。ね、アウリッツドゥリズムとあと移住、まさに移住の本ですね。家族移住ということで、もうぴったんこのぴったんこの本をこう出版されてたと。ね、旅本が結構多いですね。なるほど。はい、いろんな各地の良さもよく知ってらっしゃる。いろいろと、北は北海道からですけど、いろいろと取材で回っておりました。はい、いつかどうしてですね、この志摩市、またその牡蠣養殖にこうチャレンジしてみようというふうに思ったんですか。こういった本の作りでいろんな各地行きまして、で、見聞きして、また生産者の方、農業ですとか漁業のそういった方々取材しながらいろいろとお話伺ってて、自分自身も憧れといいますかありまして、でまさにこれ家族移住の本を作った時にですね、この志摩市が
今ちょうど応募しているという話を伺いまして、はい、でいろいろと条件とか内容を見てますと、はい、牡蠣の養殖ということで、これはちょっと面白そうだなと、で私自身もちょっとチャレンジしてみようかな、うん、と言いますのも、自分で出版やっておりますんで、はい、結構時間に融通が効きますんで、牡蠣の養殖なら、うん、オフシーズンもあるだろうと、でそのオフシーズンにはまた出版なんかもできるんじゃないかなと思いまして、うんうん、で応募した次第です、うん、チャレンジってことなんですけど、はい、ちなみにおいくつなんですか、今57歳でございます。すごいです。改めてよろしく。この年齢またこう挑戦するっていうのがなんか素晴らしいですね。そうですね、はい、まあよくこの年でとか言われることもあるんですけれども、まあ、人生はチャレンジだと私自身は思っておりますんで、年年齢には関係なくと思っておりましたし、ちょうどタイミング的には良かったような気がしております、うん。今のそのチャレンジというお話ありますけども、はい、今までまあ出版というね分野でまたそのやりたいという思いはありながら、なんかこう大変なんじゃないかなと、私はこう分野が全然違うので、そのあたり思ったんですけど、いかがですか。まさにただ出版で、まあ、こういった、はい、例えば漁港巡りの本なんかを作ったりとかして、うんうん、まさにここが漁港ではあるんですけれども、ですから自分の経験がまたこの出版にも生かせるとは思っておりますんで、うんうん、まあ、今まではただこう取材して本を作るんですが、今度は実際にその取材される側といいますか現場に行きますんで、まあもちろんそこは全然違うんですけれども、今までこう仕事で親しんできた環境といいますかイメージはついておりました、こちら、はい、実際にですね、こうなんていうんですかね、こう応募する前とですね、で実際こう島まとめに来てですね、実際こう牡蠣養殖とか、はい、にをやったりとか、はい、あるいはその地域の方々とですね、一緒にまあこちらで住まいして、来る前と来た後どうですか、感じてることっていうのは。まあ、まあ、本当にですね、やっぱある程度想定してた、はい、通りなんですが、それ以上に素晴らしい体験を今、させていただいてますね、でまあ、やはり57歳といいますと、うん、体力的にもというのは、はい、まあまあ、自信はあったんですが、やはり厳しい面もありまして、うんうんうん、はい、ただそういった部分も先輩方にこう優しく見守っていただきながら、はい、いろいろと教わりながら、はい、まだ半年なんですけれども、いろいろと牡蠣の養殖の勉強をさせていただいてます、はい、うん、で同時にこういったその島市まとやのなんていうんですかね、地域の方々だとかとの交流ですとか、あるいはこういう自然に親しむだとかいう日々経験をしておりまして、東京の時は四ツ谷というど真ん中に住んでおりましたんで、本当にそういった部分とも正反対の場所でありまして、正反対もう本当に、まあ、正反対っていうか、まあ、なんていうんですか、自然の中で生活できるという、これも一つ私自身が今回こちら地域おこし協力隊として、はい、応募したその目的の一つだったんですね、自然の中で、はい、暮らして、そして仕事もしたいっていうのは、はい、ですから本当そういった部分でも想定通りの想定以上の、はい、思いでおります。そういうのって結構都会に暮らす方とか、はい、若い人も含めて、はい、まだまだそういう自然の中でですね、こう、はい、暮らしながら仕事をするっていうの魅力を感じている人って結構いるんじゃないですか、こういう本も出版して。いや、まさに若い方なんか特に多いんじゃないかなと思います ね、 そうですよね。でも我々中年といいますか、はい、なんていうんですか、ね、年配のものは、うん、リタイですね、うん、退職してから田舎暮らしだとかありますけれども、それはただ暮らすっていう感じで、地域おこし協力隊では今回本当にその牡蠣の養殖の後継者という具体的なそのミッションといいますか目的がありましたし、でまあ実際に来て知ったんですけれども、80歳ぐらいの方もやってらっしゃいますんで、ですからまだまだ私もまあ80までやもし仮にできると知ったらまだ20何年間ございますから、そういった意味で本当にこちらで生活する、でただ生活するだけじゃなくて、そうやって仕事もしていきながら、で地域の皆さんとも一緒にやっていくっていう、そうですね、素晴らしい経験ですね。まとやがきってやっぱりこう、はい、ある種日本代表するようなブランドでもありますし、すごく美味しいですし、でそこにですね、こういうその出版とかね、なんていうかな、ある種こう情報整理をして
それを情報発信をするっていう仕事をしてきた犬塚さんが来られるっていうのはすごくですね、私としてはすごく楽しみなところがあるんですね。はい、恐れ入ります。ですのでこうぜひこう牡蠣養殖をしっかりやられてですね、また犬塚さんなりの視点でこう情報発信をしてですね、まあ、地域のこうなんていうんですかね、こう盛り上げ方とか後に続く方がどんどん来ればいいなというふうに思ってるんですけど、そうですね、どうでしょうかね。はい、まさに もう一つのミッション、まあ牡蠣をまず後継者が、私の第一目的なんですけれども、もうその次にやはりその PR といいますか、それは今までやってきたことでございますので、それはやっていこうと思っております。なんか区長さんにねお伺いしたら、犬塚さんはその写真撮るのもすごく上手なんだみたいな話をしてたんですね。優しい区長さんですよ。恐れ入ります。まあもういわゆるその自分で取材していきますんで、カメラも持ちながら、で、戻りましてから文書も書くというような感じですから、何でもやります。やっぱり美味しいね、写真の撮り方って大事ですよね。そうですよ ね。その写真だけでも伝わってくるものってね、ありますし、やっぱり今までこうね、取材ならではの視点っていうか、私たちが気づかない部分もなんかたくさん発見していただけそうな気がしますね。そうですね、はい。まあ、確かに外からの人の目線と、こちらに住んでらっしゃる方の目線は違うと思いますね、目線と言いますか、ですから逆に東京にいらしたら、私なんか全然ねいいところではないなと思ってるのに、なんかいい場所を発見されると、そういった感じだと思うんですね。やっぱりよそ者、若者、物みたいなね、そういう3つのね、言葉がこう町づくりに大事なんだ、町づくりにとっては大事なんだみたいな言葉もねありますけど、まあ、ぜひとの飯塚さん内の視点でまた本当にこう素晴らしいね、こう何ていうかね、これまでご経験とかスキルを持ってらっしゃるので、まあ、ぜひそれを島の、牡蠣養殖であるとか、まあ、後継者もね、牡蠣養殖においては水産業非常に大事な島市は課題になってますので、まあ、ぜひその何ていうんですかね、漁業の楽しさとか牡蠣の素晴らしさみたいなものをまた発信もしていただけるとありがたいなと。まさにマトヤガキって言うと、まあ、私もこういう仕事をしてましたから、当然、存じておりましたし、やはりすごくブランドイメージが高いんですね。ですから本当もう PR プラス何かを考えたいなと思っております。まあ、牡蠣もね、都内の鳥羽市とかもいろんなところで作ってますから、またそことの差別化も必要かなと思っています。そうですね、今後もまた楽しみですね。本当ですね、すごく楽しみです。はい、ぜひ頑張っていただいて、はい、頑張ります、また応援しますので。そうですね、恐れ入ります。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。変わっては大王町のなきりにやってきました。はい、市長、先ほどの立山ね、素晴らしい景色でしたけれども、ここはここでまたいい風景ですよね。そうですね、絵描きの町大王ということで、あちらにね、その大王滝の灯台も見えますし、久喜水軍のね、菩提寺なんですけど、久喜水軍を祀ったお寺もありますし、それからそのなきりといえばその石工さんの歴史もあるんですけども、この港をですね、こう石で積んだこの築港のですね、こう歴史もあるということで、そういうその独特のやっぱり風景があるんですよね。はい、はい、ですので、その絵描きの町、あるいは、最近ちょっと空き家も目立っているんですけども、そういったことも含めてですね、ちょっと集計をしようとか、あるいはそのトイレの整備であったりとかですね、町並み整備の一環で、地域を活性化していこうという、そういう取り組みをですね、今年度やっていこうということなんですね。はい、なるほど。はい、まあね、この風景がまた新たな、ね、こういい形でつながっていくということ で、 そうですね、はいはい、歴史風土を生かしたですね、新しい亡き、大王のですね、町づくりに取り組んでいこうということですね。はい、ここの、ね、事業としてこういうふうに取り組んでいくっていうのは何か思いみたいなものがあるんですか。そうですね、やはり先ほど申し上げたようにですね、絵描きの町大王ということで、なかなかいい風景なんですよね。はい、かつお節であるとかですね、あるいはその漁師さんたちが一生懸命漁をしてたりとか、そういったこともありますので、
まあ、地域がこう活気づけばいいなというような思いがありますね。そうですね、はい、また先ほどからも、ね、はい、見ているとこう観光客の方とかも、ね、たくさんいらっしゃる場所ですから、はい、まあ、お土産物屋さんもたくさん、はい、美味しい物屋さんが、ね、ありますよね、はいはい、そういった意味でも皆さんに、地域の人はもちろんですけれども、ね、はい、外から来られる方にもこう楽しんでいただける街になっていくといいですね。そうですよね、はい、その通りですよね。わらじ祭りとか、はい、あ、そうだそうだ、ね、地域の伝統的な祭りもありますし、はい、お魚干物も美味しいですし、はい、いい街ですよね、うん、はい、今後はまた、ね、ますます楽しみな街にもなっていきます ね、 すね、はいはい、さあこちらにはすごく綺麗な石積みが、はい、そうですね、ね、まあ、泣きのですね、その石造りの間といいますかですね、この石の風景のまあ大元なんですけども、まあ、1860年にですね、林与吉さんが、まあ積んだという、まあ、この石積みなんですよね。165年ぐらい経ってますけど、こう全然もう崩れず、ね、しっかりと、ね、してますね、はい、素晴らしいこう石積みですよね、まあ、これがまあ大元になってですね、まあ、泣きのその石積みの、まあ、ある種文化といいますかですね、はい、風景もこう作り出しているということなんですね。それからまあこれはもう本当にその石工さんのこうプロの仕事なんですけども、あとまあハンクロートといいますかですね、やっぱり泣きはそのこう丘陵みたいな風になってまして、はい、平坦じゃないので、うん、農業とかするのにもですね、やっぱりこう稲作水田じゃなくてですね、やっぱりさつまいもとか作ってたんですよね。でそうするとやっぱり夏とかはですね、雨が降りますので、まあ、それを防ぐためにこう石積みをこうしていったということで、まあ、そういったところで石積みのこう風景みたいなのがこう作られてきたということもあるんですよね。じゃあこの地域ならではというところもあるわけです ね、 ね、そうですね、やはりこの地域の、まあ、風土といいますかですね、はい、泣きの風土、それがですね、この泣きらしいその石積みの、まあ、そういう、 こう風景も作り出しているということですよね、はいはい、本当に綺麗に隙間なくっていうことですけど、まあ、ちょっとこう、はい、遊び心もちょっとこうあるんですね。ねえ、はい、なんかこう、はい、ずっと今までこうね綺麗な形でしたけど、ね、ここがこうもう本当にカーブになってて、ね、曲がったところに、はい、あえてっていうことなんですか。そうですよね。まあでもやっぱりこういったその技術とかですね、そういったちょっとまあこう遊び心も含めてかなりこう精緻なことができたんだと思いますよね。なので、まあ、先ほどの港はですね、大正8年にこう作っているんですけども。まあ、当時その殖産工業ということでですね、国を挙げてまあ産業を振興していこうという中でですね、全国で6カ所選ばれたんですね、その漁港を作っていこうと。でそのうちの一つがまあ奈切の港ということで、その長年培ってきたですね、その奈切の石工さんの技術がこう生かされて、で港作りも行ってきたということで、その石工さんのですね活躍っていうのがですね、当時まあ、300人ぐらいまでこう膨れ上がったということで、まあ北は北海道瀬田名町からですね、南は宮崎県宮崎市、日南市、椎葉村、まあ、その辺あたりまで30府県石工さん、泣きの石工がまあ活躍したというふうに言われてるんですね。でこの前もですね、はい、その観光のま、松浦武郎生誕の200年ということなんで、観光のプロモーションに市の職員も行ってもらったんですけども、はい、昭和のですね、7年、北海道開発庁ができた時に、まあ、官営工事がですねたくさん発注があったということで、泣きのですね宮田さんという方が北海道の滝川市に行って、今は札幌市に会社を作られてるんですけども、今その北海道と東北とそれから関東と名古屋にもですね支店を出されて会社を大きくされてるんですね。それも石工さんの歴史の一つであってですね、泣きの石工さんは今でも活躍してて、その会社はですね東日本大震災もあったんですが、そこのですねその川のですね再整備であるとかですね復興工事にも、まあ、大変こう尽力もしとるということで、まあ、我々島の人間にとっても非常にこう誇りなんですね、まあ、ですのでそういった泣きのですね石工さんの、まあ、歴史をですね生かした、町並みという
ものの再整備をですね、まあ、しっかりですね、そういう歴史も踏まえながら、ね、やっていきたいなと思っています。はい、まあ、この辺りの街並みっていうのはやっぱりどうしてもこうまずはこうね東大っていうふうに目がいってしまいますけれども、こうした素晴らしい風景があるっていうこともねたくさんの方に伝えられるといいですよね。はい、カツオ泣きといえばね、そのカツオ茶漬けとか美味しいものもあるんですけども、まあカツオ節屋さんも結構昔はあったんですよね。ですので石工さんの仕事ってやっぱりその河川のね、川のその要は堤の工事とかもあったので、まあ水の少ない冬場にですね工事をしてですね、で春になってくるとカツオが上がってくるので、その季節によってその春になってくるとカツオ節作りをするということで、冬は石を削り、はい、夏はカツオ節を削るというようなことでですね、まあそういったことも地域の食文化もあり、風土もありですね、まあ、そういった全体的なことを生かしたですね、その町並み作りであるとか、まあ、町づくりをですね、ぜひこの地域の皆さんも参画していただいて、石工さんの歴史はもちろんなんですけども、地域資源を生かしたね、町づくりをやっていきたいなと思ってます。はい、私も今回このように現場に実際に出かけてみないとわからないことがたくさんあるんだなという、ねはい、ことも、はい、改めて感じましたが、そうですね、いろんなこう、はい、なんか歴史とかストーリーをこう振り返ると、同じこう風景見てても、はい、面白くなってくるじゃないですか、ねね、ですからそういうのをもう一回ちょっと蘇らせながら、はい、まあ、みんなでですねこう楽しくしっかりやっていきたいなと思ってますね。はい、ということで今回は平成30年度施政方針についていろいろと市長にもお話を伺ってきましたが、はい、最後に改めて市長の思いを聞かせていただけますか。まあそうですね、先ほども言ったたっぷり入ってました。そうなんですね、はい、まあ、地域の歴史風土ですねぜひ生かしながら、そして、まあ、今日的にはですね、その空き家が増えているとか、あるいはそういった、まあ、安全安心対策も含めてということなんですが、そういったことも、まあ、全体的にですね、それも、まあ、みんなでこの計画づくりをしっかりしながらですね、まあ、持続可能なあるいはまあ観光も含めたですね、その地域づくりに生かしていきたいと思ってます。はい、はい、ということで今回は竹内市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。